誰パチパチ、よいしょよいしょよいしょ、クレイジーマイヤー吹かして、イエーイ。やっと来たぜ。かすみさんいないからね。いや任しといて俺らに。そういないからちょっとごめん、ね、なんかちょっとお題ちょうだい。そしたらね、とりあえずね、とりあえずは乾杯しようよ。あ、そうだね、うん、まずね、はい、乾杯しよう。とりあえずお前これ行け。はい、それで行く。まあ、さあ後ろに入ってて、乾杯。お前口つけんなよ。口つけんなよ。ちゃんと入れる、入れるから、とりあえず。3号店、イーグルのターン。そうね、イーグルのターン。イーグルのターン。イーグルのターン。バチコイ名前の。そうね、初めてだよね、かすみさんが休み。あ、そうだね、かすみいなくてね。だよね、とりあえずグイ。だから結構コメントで、あ、イッサ来てるよ、イッサ。いや、来い、イッサおはよう。なんならかすみさんとイッサしか名前出てないからね。ほんとや。コメント流れない。え、流れない。なんで？こっち見えるよ、こっち見なよ。今日すいません、今日これイーグル、イーグルだよ。こつこつビーグル、犬かいな。目の見えない俺。そうだよ。iPad の方、フレッシュの方のコメントだって。フレッシュのコメントを教えて。フレッシュのコメント、わからん。知らない。ゆうきとーって来てる。誰？ゆうきとー、ゆうきとーはこうだね。うわー、めっちゃおはがれすぎさん、おはがれすぎさん。え、まずみんなさ、イーグル来たことある？そうだね、だいたいここだってイーグル3号店です。ドロップ系の人が多い気がするよね。これどうやって出すんですか？何する？今日何する？今日何するの？いや、お題ちょうだいよ。なんかお題欲しいよね。お題くれた方がやりやすいよね。歌舞伎の闇について。あ、何も考えてないからね。それに高い出るわ。あ、歌舞伎の闇。歌舞伎の闇について。あ、面白いかも、面白いかも。闇についていく。面白いかも。重めな話で。重めな話で。何？どうぐい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 。知っとるわボケ。お前らが飲め、逆に。まずこれみんなあれだかんで、ね、本当に酒入ってるからね。なかなか今日もベロベロ。あ、お前が飲めよ。お前飲めよ。あ、飲めよ。なんで俺なんすか。営業終わりだよ。営業終わりだよ。じゃあなんか決めようよ、お題。なんか決めた方絶対スムーズにいくぜ。自己紹介よろしくお願いします、はい、とりあえず。あ、確かにね。まあ営業終わりで、ね、まあ、自己紹介。じゃあまあとりあえず全員イーグルって手で、いそかいっぱい。はい、どうも。はいはい。クレイジーグループもはいはい。おいおい、カメラ目線。7年からやべえよ。フルカメ、フルカメやないか。すごいフルカメ。分かるやつは分かってるって。イッサでよくいる、いろんなとこいる。ケンジさんとどちら後輩先輩だった？俺の先輩。統括より先輩。7年。よいしょよいしょよいしょ。はい、次。はいはいはい。はいはい、はやと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 です。じゃあ他になんか補足。ね、うん、まあイーグル入って3ヶ月。そうね。でね、ナンバー5位でもらったんで、もうこれから頑張るんで、初回3000円で。そうね、初回3000円で。初回いくらみたいに書いてあるから、初回3000円ね。少ないけどね、多分ね。本当にそんな感じ。ありがとう。で、はいはい、ありがとう、ありがとう。まあそうね、ドロップから移籍っていうか移動してきて、まあイーグルでやってるユキトです。そうね、何がサイドじゃなくて、サイド本名だ。あ、本名か。LINE のあれはサイドね。LINE のあれはサイド、本当に別に、まあ、隠してない。初回期全然いいんだけど、分かるね。そうなんで、ね、そうね、そう、グループ移動したんだよね。グループなんかイーグルできるなんて、オープニングメンバーで移動したんだけど、そうそうそう、そんな感じ。お前が飲めやだって。お前が飲めやだって。全然違うよ。めっちゃ違うから、ラグがあるからね。うん、そうね。あ、そう、自己紹介そのものだね。宮城さんがいるところだね。宮城さんいる。ゴンさん、宮城さんだね。の、そう、トップがそこ。でも知ってる？今月、先月か、グループナンバー、2、3、4だったっけ。あー、イーグル締めてるからね。そうそう、俺入ってないけど、ここら辺入ってないけど、俺5位で全然入ってないんだけど、なんか4位ね。全然燃えました。2、3、4、こっちで締めてるよ、ちなみに。すごい、売れっ子ばっかり。なかなかね、伸びしろだけ。もう伸びしろすごいから。スラビが本当に結構すごいと思うよ。
めっちゃすごい。まあ、コウキさん、ラン、ビルさんが入ってんだけど、ね、だいぶレベル高い。だいぶレベル高い。で、ね、昇格、あれ、みやびさんもね、昇格ということで。あ、本当だね。主任になりました。うん、そうだよ。副主任から主任になったっていう。よいしょ。すごい。おめでとう。おめでとう。でかいね、この人事。なんかなんか決めようぜ。ね、はい。何？闇？歌舞伎の闇？歌舞伎の闇ってちょ重くなるから。お前重くなる？お前が言うたやん。なかなか重くなるやん、そんな。なんかじゃあ、なんか聞きたいことないの？歌舞伎町の。なえ、何でも答えるよね。別クレイジーだし。何でも今まで最強のお酒の失態談は？失態談は、そうです。言っちゃう。確かにそれ結構いいかもしれない、ね。失態談あんの？俺本当にないんだよね。失態談あんの？いっぱいある。俺マジ失態談。俺昨日あったからもう。うん、昨日あった。俺昨日3人で飲んで、もうそうやから。傷だらけで朝起きたらで。いや失態談言う？失態談。何しますか？俺ガチないんだよね失態談。俺本当にない。ないの？え、マジでない。お酒の失態談ない。イッサさんなんてめっちゃあるやないですか。めっちゃある。俺は毎日、なかなか俺も酔っ払ったら酒乱なんだよ。ペンポンコツな、キョン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 めっちゃありそう。ふざけんなよ。外で寝てね。外では寝たことある。え、外でもある。寝てない。俺昨日、あ、俺も昨日外で寝てた。自分の玄関で。やば、酔ったらどこでもベッドにしちゃうっていうのは。だからみんな、だからイーグルってみんな段ボールこうに抱えてるからね。そう、いつでも寝れるように。抱えてねえ。抱えてねえわ。抱えてねえわ。抱えてねえ。どこでもベッド。言うてよ、失敗だ。言いましょうよ、イサシの。これ本当ない。お願いしますよ、イサさん。一番の失敗だ、一番ね。いや、結構俺レベル高いけど大丈夫。いいよ。あ、じゃあ俺から言ったらやばくない？2番目、あ、2番目でしょ。俺マジないもん。じゃあ、まだ俺本当ないもん。じゃあ、浅い方からいきますか、その浅い方。あ、失敗だ、やめよう、さすがに。なかなかさ、あれじゃ恥ずかしいじゃん、俺言いたくないってか、失敗談は。あ、言いたくないですか、やっぱ。言いたくないレベルだから。あ、そこまでひどいってことですか。そう、ひどい。あ、はいはいはい。俺は記憶なくしたことないから、俺マジないから。はいはいはい。飲まないからやろ。はい、作ろう、ゆきとすけ。ゆきとすけ。ちゃんとね、ゆきとすけ、ちゃんと見てもらえる。ちゃんと見える、ちゃんと入れるから。ちゃんと入れるから。今失敗しろじゃん、ゆきと。ない、いい、ゆきと。今じゃあね、俺ほんとないもん、リアルいないもん。俺、先に早く聞きたい、早く聞きたいってみんな言ってる。それ、その中水だろ。いやいや、マジ、マジ水やないよ。バカ野郎、バカ野郎。初回で、俺本当に嫌なんだけど、これ本当に初回で出てくるあのガチの焼酎やね。ガチガチ。でもイーグルで結構飲むよね。飲む。あ、イーグルめっちゃ飲むで、有名。じゃあ初回の子もめっちゃ飲まない。うん、飲む飲む。びっくりするんだけど。違う違う。だって30分でハーフのこのボトル全然開く。なんで？ね、女の子。いや、アホが多いんだよ。普通に考えて初回で。あんま飲まないやん、キャスト側は。あ、そうやね。でも飲むやつがクソ多いんだよ。あー、確かに。飲ませるんだもん、だって。はーいみたいな。はーい、ごめんごめんごめん。それいつのキャラだけど、たぶんいつのキャラだけど、はーい飲んだらハーフ。飲むしかねえよね。スイッチ入ったら、もうこっちがポンコツ。いつのキャラだから、それ。確かに、まあいつのさんのキャラめっちゃ面白い。失敗談言うよ、とりあえず。失敗談。じゃあ、はやとかよ。俺ほんとない、俺ほんとないから。俺は、昨日ね、まあ飲んでたんだけど。昨日一番失敗だ。練習3号まあ開けて、まあ昨日すごかったですよ。昨日すごかった。朝まで飲んでたんだけど、みんないたんだよね。それで朝まで飲んでて、まあとりあえず昨日の記憶もないし、めっちゃ傷だらけだし起きたら。いや20分の間で、あの、うん、3号入ってたからね。そう。なんかビンダーとか言って、こんなんこんなんさ練習で来るんだけど、バー飲んで、で酔ったらおもろい。めっちゃ酔って、え、めっちゃ酔ってましたよね、多分昨日。どうでした？ヨッタン？ヨッタンゴリラしてたの？ヨッタンゴリラしてた。ヨッタンゴリラした。まあね、それで、まあそうだね、家帰って朝起きて、もう営業行きたくないぐらいの2日酔いだけど、なんだかんだヨッタンゴリラ何ってヨッタン…まあまあそんな感じ。まあそれが失敗談だった。で、タクシーで500円で帰れるお家を2000円で帰った、起きたら。それ失敗なんだ。あ、もう失敗だ。水ないんだけど。まあまあまあこんな感じで、多分ぐるぐる回って、なんかそうだ、変な住所言ったんだろうね。焼酎6。そう。じゃあじゃあじゃあ次はゆきとさん。じゃあ俺本当ないんだよ。ガチない。飲まないから。俺は結構あるよマジで。いや、イッサさんどうなんすか。俺き見たことないし、聞いたこと。いいっすか、行きますよ。いや、大竹さん、ハードル上がるで。自分で言ってるよ。多分マジで、まあまあ3年前とか始まりの。いや、まあ一番の失敗ですね。ないけど、
ひどい。めっちゃありそう。めっちゃありそう。めっちゃありそう。結構あるんですよ。じゃあ一番でかいやつ、盛り上がるやつ。盛り上がるというか、まあ、結構、まあ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 、本当にマジびっくりしたのが、あのすごいあのまあ結構ヘルプとかで飲まされるんですけど、まあ、だろうね。そう、めっちゃ飲ますからね。飲まされました。一応ベロベロなるわけよ、こっちも。うん。バーンだって、もう全然記憶ないわーみたいな。わあ、もうどこいるんやろー。おはよう、パーメを開いたら、めっちゃデブスいた。結構、しかも笑えないレベル、横須賀かみたいなレベルが結構よだれまみれでいましたよ。3年前ぐらいだけど、結構めっちゃここら辺よだれまみれの横綱が隣にいましたみたいな。きつ、しかもめっちゃ体臭みたいな。え、どこで出会ったか分かんない女の子よ。やばいでしょ。それないわ、そういうのもないわ。やばい、ね、いたし、しかもなんかそうね、周りを見たらなんかそういう、ね、やばいっすね、ね、っていう話でした。相手の家、相手の家で起きたじゃない。ホテル、それはホテル。どこのホテル、どこのホテル。え、歌舞伎だよ。歌舞伎。バリタイかな、バリタイかな。バリタイじゃない、バリタイじゃない。安いところ、普通、普通、普通のところ、普通の中級のところね。中級。まあ、どこ2万5000以下ぐらいですか。いや、2万5000ってまあまあ高いと思うよ。高いよね、2万。まあ2万5000円、なんかサウナありましたみたいな。じゃあ2万5000円って多分最上級レベルだと思う。え、多分俺払ってたんだ、お金持ってないから。あ、そうね、びっくり。でもね、まあ、結構前なんですよ。え、2万5000円って相当高いと思う。酔ったらね、やっぱあるよね、やっぱそういうなんか、え、あるやろ、みんなも。え、誰お前みたいな、なんでいるのみたいな。あるのかな。いや、酒の失敗だね、誰いるのってなる。マジでやばくない、ほら、ひどいなって、ほら。いや家じゃない、ホテルそう、あります、俺は。結構ポンコツなんで、酔っ払ったら。だから、一層持ち帰りたい人は言わせてください。あー、そうそう、簡単だよ、簡単さ、簡単に。すごいよマジで。とりあえずタイミングで CM 行こうか。タイミング、はい、CM じゃあ考えとくわ。よいしょあれはホストがしたく言っております。絶対この時代そんなこと言ってないでしょ。ご出場者を証明だ。彼は本気らしいです。よし、頑張ろう。頑張ります。唐突やね。で、じゃあ聞きたいことあるよね。じゃあね、今コメントしてくれる人ってどこ通ってんの？あー、イーグル、リップス、ドロップ、どれの比率が多いのかちょっと聞きたいね。あー、その、ね、名前は全然いいんだけど、で、番号とコメントしか来ないから、イーグルか、リップス、ドロップ、ふうつき。ふうつき、ちょっと違うね。逆に見てくれてるんだ。お前通えんよ。ありがとう。そういう方するんですよ。おけまる、おけまる。行ったことない人もいるんだ。ふうつき通いで、今イーグルの放送見てる。いい、お前もいいね。悪くない。そのままなんで全然入ってこないやん。マジクレイジーループ入ってこないやん。まだよう、何がクレイジーなんやつ。よう見てくれてるね、逆に。すごいね。すごい、普通にすごい。ありがたい、ありがたい、ありがたい。え、逆にいないの？クレイジーいないよね、今いないよ。ドロップだけ昔行ってた。イーグル行ってた。行ってた。え、過去形かい。過去形かい。全然クレイジーなリスナーいないじゃん。ちょっと間違いないな。クレイジーリストいないね、確かに。なんで？あ、だから2、3年前だね、三角形さんの。クレイジーリストさんは？クレイジーリストさん全然いない。え、本当にいないの？一人も。え、一人もいないことないよ。ちょっと本当お願い。頼むよ、マジ誰かしら。誰か言う。絶対俺仲いい自信あるもん。え？違う。誰と誰と。クレイジーリスさんはね。
うん、それもいない。え、潜って、潜ってるところだよ、まあ、潜らなくても出てきても分かんないから。うん、まあね、エース見てない、多分見てるんじゃないの。あ、それぞれのエースってこと。うん、え、俺見てって言ったよ。俺は何も言わん。あ、本当に俺は何も言わんすね。おー、だってそう過去形だよ、夏行ったっきり。夏行ったっきり。おい、おい、それなんかオープンした時じゃん。半年結構あれやない。どうなんすか、お客さん絶対見てるし、私は絶対見てるも、うん、だいたい見てる、見てくれてると思う。ノーリー多分全然多分コメントしてないよ、逆に。逆にありがたいよね、他店行ってる人が。いや、確かにそうっすね、なかなか。確かに確かに、私、笛付きの放送は絶対見てる。おー、だからまあそれでもこうやってね、クレイジーな歌詞見せてくれる。何それ、通ってるの、冬月には。通っててプラスで見てるの。興味本位でそれはすぐ検索出てくるもんな。うーん、分かんないのよ、俺よく分かんないのよ。通ってます。サブタン探しです。サブタン当たるよ。ああ、この番組めちゃめちゃ昔からやってるよね。そうやね、ちゃちゃ長いよ、長い長い、めっちゃ昔からやってる。そうやね。え、でもさ、もし俺らがさ、キャバクラ行くとします、うん、さ、キャバ嬢が放送するとするやん、うん、見る、わざわざ。絶対見ない。俺は見ない。見ないよ、全然。そんな俺も見ないかもしれん。もしよ、仮によ、うん、まあ、じゃあ応援してる人います、します。でも、他のところ、まあじゃあ逆に、じゃあドロップを行ってて、他のところはあんま見ないよね。まあそうですね、興味ないですもんね。あんま見ないよね。ドロップリップスで言うと、めぐりめぐって今は他店です。おい、めぐりめぐりめぐりめぐ、それちょっと面白いね。なんでだ、クレイジー回ったけども他の他店行ったと。本店から順に行ったんだね。うん、ダメだったんだ。結構いろんな店舗の放送見てる。うん、あ、探してるんだ、来てよ、一回、一回会おう。そうそう、初回で、誰かしらいるよ、きっといいやつ。しかも結構最近、初回入れないぐらい忙しいから。そうね、うん、うん、一回来てみたらね、入れたら結構レアだよね。まあ一人くらいはね、いるよね。まあまあ、そうっすね。結構、あと夜の時間混むから、ちょっと早い時間来てもらったら結構みんな回れるからさ、いろんな店見て。ちょ、あ、でも単独切れたらここで探してる。あ、切れてないんだ。切れてないかい。切れてないかいで、ね、ちょこちょこしちゃって、いろんな店見て、ちょいちょい初回行くって。ほら、あ、結構見てからもういいんだ。あ、でも見てくれてんだね、やっぱ。あ、すごいね、でかい、いい人いるかなみたいな。すごい、逆にイーグル来てくれてる人あんまいないんだね。他のところの方が多いんだ。今んとこ1人もいないよ、多分。今んとこイーグルですみたいな。イーグルって書いてくれてないもんね。うん、あ、1人いたか、知ってる。あ、なんかいましたね、イーグルリサーゼロ説。間違いない名前。いや、それちょっと、いや、見ろよ。見ろよ、本当に。見ろよ、見てよ。逆に、え、俺一応見てって言ったんだけど。見てって言ったんだけど。大丈夫かな、宣伝力ねえぞ、おい。いや、宣伝したよ、宣伝。普通に、あ、やるから暇だったら見てよって一応言った。でもコメントしてくれないっていうあれだよね。ドロップとリップさ、お客さんガンガンガンココメントしてる気がする。あ、そうなの。俺ドロップ何回か出たことあるけど、確かに結構多かった気がする。なんか、誰か、なんだろうね、役職好きの人が途中で入ってきます。そしたら、わー、誰みたいな、イエーイみたいな、はいはい。だから多分その担当役で、指名の女の子が、うん、姫が多分コメントしてるやろな。ゆきと取締役です。よいしょ、バーン。やばい、やめとけ、お前、ひら3人やで。あちゃー、やっちゃったよ、役職ついてねえで。マジでイーグルゲノゲやで、俺。よしもしも、なかなかのしもしもだけど。優しいけど、ちょっとコメント優しいけど、ちょっと、うん、コメントめちゃめちゃ優しいな。取締役なんで、指名しろ。しろよ、お前。ゆきと、しろよ。取締役、よいしょ。かっこいい、取締役ね。どっちかというと、取り乱し役の方やもん。よいしょ、取り乱し役の方。俺、結構、なんだろうね。いや、整えてる方だと思って。いいやつ分だよ、真面目分だよ。真面目分だよ。取締、めちゃめちゃ面白いこと言うな、マジで。キッサさんね、めちゃめちゃ面白い。逆にね、
じゃあホストに対して何を聞きたい、聞きたいことをなんか言うてよ、それについて答える。あ、全部答えるよ。あ、確かに多分まあ参考になるか分かんないけど、まあ何でもいいから欲しいね。うん、何でも答えるよ。なんかない。お、一番面白いとこあるじゃん。ああ、最高の賭け飛ばれた額。何何、最高の賭け飛ばれた額いくらで来てる。じゃあ隼人から行こう。これはね、ここ行こう。ここの方が面白いか多分。あ、でも俺まだ3ヶ月で、ね、今普通に飛ばれたの1回あるんだけど、まあ3万4万ぐらい。まあ優しいね。かわいいかわいいかわいい。ただ多分今月も飛ばれるから。声飛ばれるよ。超える、超えます。採用超える。お前竹にこけさ、クレイジーとんでも OK みたいな。いやでもマジでガンガン詰める。ガンガン詰めるよマジで。歌舞伎町歩けないぐらいにするかも。じゃあ俺は27万ぐらいかな。うん、あ、え、本当に信用しきってた子だね。やばい。まあ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 、前の店舗からこれをなんか好き好きって言ってくれてて、でイーグル移動して来てくれた子が俺すごい信用しきってて、そしたらなんでか急にね。で、後々分かったのが、他店でもいろんなところで何百万は家計を作ってるみたいな、うん、多いんだよ。で、俺結構間持ってなんか半年スパンで、あ、別にいいよって言って、いいよいいよって、払える時払って、うん、って優しく言ったんだけど、うん、はいはい、結果飛ばれるっていう。飛ばれない。で、60万ぐらいから27万ぐらいまで払ってくれて、そっか飛ばれるっていう。やばなかなかつらめのやつだ。つらいよ。つらいっすね、地味に。普通に結構信用しきったから、つらいよね。裏切られた。裏切られた。つらいな。いや、一冊多分やばい。いくらっすか、一冊は。俺聞いたことないですね。俺結構なかなかやばいよ。みんな引くと思うよ。じゃあ、スリーツワンだ。行きましょうか。はいはいはい。君だ。はいはい。19,000。嘘つけお前。なんか桁が違うのかな。19,000だよ。いやでもまあ7年だったら相当経験あるのでは。経験ありすぎて。君やっぱ、はあ、嘘つくな。虚言癖は持ってるかもしれないね。嘘ついてねえよ。正直よ、賭け飛ばれるってなんだろうね。賭け飛ぶぐらいやったらで、来ないでと思うよね。ああ、確かに確かに、それはわかります。自分のだから自分で払ってるってことになるからね、正直ね。まあ、まあね、最悪ね、そうなった場合はね。多いよね。やめて、うん、と思う、本当に、うん。結構もうみんな人間不信やろ、こっち態度。うん、確かに確かに。じゃあ俺、じゃあね、ここはやめて、もう終わって、うん、さっき結構前に、うん、はい、初回って緊張するものなのって来てくれてたよね。あー、はいはい、コメントして。全然しない。初回緊張するの、しない？いや、俺めっちゃ緊張する。俺全然しない。俺人によりけり。お、テンションによる。どういう人が緊張するの？ね、テンションがあるんだけど、一番はね、テンションによるけど、なんか初っ端一番初めの時にガラガラの時に来てくれた時はすごい緊張する。逆に緊張っていうか、なんか申し訳ないなと思っちゃう。あー、まあなんかそれは分かります。なんかね、申し訳ないテンカラみたいな感じはちょっと嫌ですね。結構なんかすごい混んでる時だったら、うん、そうっすね、っていけるんだけど。確かに確かに。結構緊張する人も多いと思うよ。いや俺結構めっちゃ緊張するで。だって、うん、俺はめちゃめちゃ緊張するな。なんかね、反応が良かったらいいんだけど、うん、そうですね、大体パターンあるじゃん。ありますね、初回って。あ、パターンで決まってるよね。パターンありますね。だからすごい、あと俺らの見た目も大事じゃん。そうそうそう、うん、あと最初ノリそうそう、ファーストコンタクト、ね、ファーストコンタクトマジ大事。そうね、ちゃんとうまく返して、すごい綺麗に返してくれる子だったら、あ、すごい喋りやすいと思って、うん、すごい喋るんだけど、はいはいはい。で、ダメな子は喋らないことですか？あー、ファーストコンタクト言うけど喋らないんや。言い方やばーって言って、で、あ、そうねみたいなだったら、すごいガクッと下がんじゃん。俺は下がんないよ。確かに、イッサさん、俺は攻めまくる。あーって言って、おい、はい、お前笑えやみたいな。お前、あー、何真顔してんのみたいな。お前笑えよ。イッサはそういうタイプ。まあまあ、イッサさんすげえ面白い。俺は聞かないよ。自分がどんどんいて、もうゼロならゼロ、100なら100。ああ、もうそうっすね。初回伸ばしてくるのはうざい？うざい。ああ、それ聞きたいかもしれない。うざい初回伸ばしてくるみたいな。全然いい、全然いい。それで、まあ、誰かを示してくれたらいいよ。ああ、まあそうっすね、うん、確かに。もう10秒前8、ほんと、ねえ、今イベント中なんだよね。あ、そうそうそう、勝負中だから、みんな来て。勝負今、勝負でイベント。歌舞伎町にいる
皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上げための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。